こんばんは。だるまハートありがとう。こんばんは。中村舞です。皆さん、こんばんは。先ほど家に帰りました。到着。今日はなんか寒いですね。って言って半袖なんですけど。じゃあだるまありがとう。紅茶なのかなこれ。かわいいギフト。ありがとうございます。ただいま。公園、そうなんですよ。今日は山口まで行ってました。公園。花だれ公園にそう、出演させていただきました。こま、ありがとう。ありがとう。そう、あの、ひなさんの卒業公演。3月のね、みつさんの卒業公演ぶりに、花だれ公演を出演させてもらったんですけど。山口県のライジングホールってとこでね。いやー、あの会場私結構好きなんですけど。楽しかったです、公演。ありがとうございました。公園空いてたね。I love you、 ありがとう。あの、おきちゃんとの2人の公演、You're My Special はやってたんですけど、公演自体が、まあ、少ないって少なくっても、そう、やってなかった、出てなかったですね。そうですね。久しぶりに。いや、ありがとうございました。なんかここ最近コンサートがずっとあってて、ひなさん卒業コンサート、ドラさんのあのおきちゃんの最後の卒業コンサートで、7周年ツアーとコンサート続きだったんですけど、まあ、コンサートってなると時間が長いじゃないですか。結構な曲数で結構な時間なんですけど、なんか公演がちょっと短く感じてすごい、あれ？もう終わっちゃったみたいな気持ちになりましたね。ごしてありがとう。早かったのか、終わるのか、あっという間。メイク、今日はね、メイクして、今日はね、もう本当にシンプルなストレートおろしです、髪の毛が。そう、そしたらお母さんがあの DMM で見ててさ、あんたストレートいいねっていつも巻き髪見てたけどストレートいいねって褒めてくれました。そうなんで、ポニテの歌声渋い、ポニテの、あ、難しいよねいつもどういう声で歌っていくから。ストレートいい、ま、ありがとう。5月もよろしく。5月もよろしく。5月始まったよ、なんてこっただね5月始まりました。ひー、今日水曜日だったのか。あ、フラワーフェスティバルに出演させていただきます、5月4日はい、今年も出演させていただいて、出演できるということで嬉しい。5月の目標は難しい。5月の目標、まあ、5月は結構本当にたくさん移動が多かったり、あとはまあハードな日が何日か結構あるので、体調崩さない初歩的なこと本当にマジでね、ちょっと移動疲れしちゃうんですね。はい、
ありがとうございます。そうなんですよね、体調崩しがちなので、ツアーもいっぱいあるので、ゴールデンウィークだよ。 MV？ あ、アルバムリード曲のいつでしょうね。でも何気に6月5日発売だからもう1ヶ月ぐらいなんですよ、発売は。そう、ご飯あったか、ありがとう。中年の兵庫で聞いたけどめっちゃ最高、嬉しい、ありがとうございます。ドルもありがとう。いや、ありがとうございます、ね、ちょっといろいろと頑張らないとですね。寝てるか、寝てるよ、ご飯もめっちゃ食べてるよ、本当に。でも最近は規則正しくしたくってだからご飯とかも多分前よりも全然ラーメン食べてないよ。ラーメン好きだけど本当にもう画面見ながらもうよだれ垂らしてうわーいいなーって思うけど、あんま食べてない。この間ご褒美でラーメン食べたぐらい、本当に。そもそもあんまり外食もそんなしてない。なんかラーメンの動画を一回見てしまったら関連にラーメンばっかり出てきちゃって、なんか自然ともうラーメンばっかり見てしまうようになって、で行きたいラーメン屋さんは増える一方そう、ちょっと我慢してる。何系か？二郎が食べたいけど、家系も食べたい。落ち着いたら食べに行こう。イケちゃんと、え、なんかイケちゃんあれ禁麺してるって言ってたからなんか禁止の麺と書いて禁麺、なんか麺禁止してるんすみたいな感じだったからいつまでしてるか分かんないけど、ありがとう。いけちゃん、そう、麺禁止そうなんですよ。パスタもうどんも、そうなのかな。
いや、ラーメンが禁止なだけなのかな、わかんないけど。うん、マイキューできなさそう。でもうどんとかも好きだからな、むずいかもしんないストレスたまりそう。ストレスがないのが一番ですよありがとう。でもお腹が空いたら寝たらいいと思います。なんか、ね、寝たらお腹空いたとか考えないじゃないですか。だからお腹が空きそうだったら寝たらいいと思います。確かに、なんかお腹が空いて眠れない時もあるけど、なんか空きそうだったら寝るありがとう。空いて目が覚めないか、それはないな。睡眠欲が勝つから。マイキュー歌唱力何歌うの。マイキューさー、なんかあんまり歌に触れてこなかった人生なんですよ。で、なんかこの歌歌おうとかいうのもなかったし、今までだから知らない歌がいっぱいあるんですよ本当に。なんかアイドルじゃなくってアイドル系じゃない歌とかで全然知らない曲がいっぱいあって、でなんかいつも歌唱力でリストをもらうんですよ。なんかこう歌唱力歌リストみたいなのもらっていっぱいバーって書いてあるんですけど、結構なこう選曲できるぐらいのもいっぱいあるんですよ。でなんかどれがいいかなと思うんですけど、名前から見てもこの曲あーこうだな、あーこの曲簡単かな、歌いやすいかなとか、そういうのも一個もわからんくて、でなんか本当に決められなくて、リストを見たんですけどちょっとまだ全然決めてなくって、知らない曲いっぱいなのよ。新しい曲ちょいちょい入ってたかな、でもいっぱいではないかも。確かに、なんかボイトレの先生に聞きに行こうかなって思いました。なんか私の声質とかに合う曲どれ、こんな中から何曲か教えてくださいとかいっぱい聞いた方が良さそう。いつも調べてるの、今まで歌ってたのは、まあ、でも知ってた曲とかも多いかなとか、聞いてみて決めたりとかしてたけど、難しい。自分に合ってると思う曲でもなんかゆっくりな曲がいいかな。私あのリズムが速い曲はすごく苦手なんですよなんかあと難しいリズムの曲とかすごい苦手なんで、なんかゆっくりな感じの曲がいいなと。X 好きなのに、いやまあそうですよね。弱虫毛虫なんかさ、私そう沖前公園で弱虫毛虫歌ったんですけど、前にセットマイクで歌ってた夜風の仕業もなんですけど、なんかゆきりんさんの曲なんかめちゃくちゃ自分に、なんかちょっとおこがましいんですけど自分の声的になんかすごいもう歌いやすくって、自分がね、そうなんか合ってる気がするんですよ。本当にすみませんこんなこと言ってしまってそうなんか
そう好きなんですよね。卒業しちゃいますね。昨日だったっけ卒業公演ね。そうだよね。カラオケ歌っていいよ、いつでも歌うよ。なんでも愛の重さが入ったら嬉しいな。ありがとう。気にしすぎない方がいい。そうですよね。コーヒーハートありがとう。まあでも歌唱力は48グループ以外の楽曲なので、基本てかアイドル以外の楽曲なので、毛虫聞きたい。毛虫入ってるんですかね、弱虫毛虫。あ、ててててて、て待って、キャー、え、入ってるわ。ありがとうだよ。え、ちょっとごめんごめんごめん、え、どこだ。あ、アルフォートさん、ありがとうございます。ごめん、歌飲みよった。ありがこまとは金ピカ。ちょっとタワーのお礼が全然できてない、ごめんね。ありがとう。ありがこまとは、インスタのはアーカイブに、アーカイブっていうかハイライトみたいなやつでした。やり方がわからんくてめっちゃ調べながらやったわ。ちょっと待って、今何分なの。39分。39分。ちょっとなら歌えそうよね。あー、どこだ、私のイヤホン全然使わんけんさ。あった、よいしょ。ヘッドホン、え、ヘッドホンで歌えるのかな。ヘッドホンで歌ってたらなんかちょっとあんまない光景だけど、ヘッドホンで歌えるのかな、わからん、やったことない。イヤホンマイクついてんのかな。でもこれ、あの、あれもできるんだよ。あー、聞こえますか。なんかヘッドホンで歌ってたらなんかこういう感じ、こういう感じじゃない。聞こえる、あ、聞こえるんだ。こ、あの、声質じゃないや、なんかあれ変わりましたか。
そこつけただけでつながるのすごくない？だからめっちゃいい。どう？ちょっとさ、なんか、あれしてみよう。オーバーチュア流してみるわ。オーバーチャー。オーバーチャー、オーバーチャー。おばあちゃんどこ？ちょっと待って。オーバーチャー、あった。何のマイクで、ね、どこにあるんだろうね。全然わかんないね。あ、遅れて聞こえる。やっほー。これちょっとね、遅れますね。ラグがすごいや。喋ってからの、こうなんか、あれみたい。ドームで反響あるみたいな。自分が喋って、こうなんか遅れて聞こえてきて、なんか、広いコンサート会場でやってるような感覚になったわ。歌いづらいわ、これは。うん、若干遅れるね。これは厳しいです。弱虫歌ってみる。うわっ、なんかちょっと痛っ。腰が痛かった。よいしょ。眺めてたらそこに映るわ。
沖合公園思い出します。そうですね、この後に沖ちゃんが来て、あの僕だけのバリューが始まるのキャーじゃーんじゃーんじゃ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 んじ
バリュー僕だけのバリューでした。なんかありがとう。いい時間になった。これは53分だもう終わっちゃうね。大好きになった。超いい曲。この曲を踊るさ、ユイリーさんがめっちゃ好きでさ、本当に何回も何回も見た。マジで好きなんだよね。なんか表現の仕方っていうか、なんかダンスもだし表情もだし、なんか全部が本当に一個もなんか隙がなくって、マジでなんかユイリーさんだけの表現みたいなのがあって、こりゃ誰にも出せんオーラやみたいな。もうなめっちゃ見た。マジで可愛いし可愛い。そうなの。ユイリーさんかわいいユイリーさん、なんかの曲でユイリーさんのリーズってる曲があったの。私あれも好きなの。永遠より続くように、入ってないんだけど、お決まり公演には。あれもあれもめっちゃユイリーさんの踊り方ずっと見てた。あれはいいですね。マジであれは何回もめっちゃ見た。もうずっと見て、かわいいこの踊り方、もう好きってなってめっちゃ見てた。もうユイリーが好き。そう、ユイリーさんが好き。可愛いよね本当に可愛いよね。話したいけどもう話し方忘れました。どうやって話してたか覚えてない覚えてないです。痛いですね。じゃあ、ありがとう。お久しぶりですって。いや、会う時があったらいいんですけどね。会いたいな。握手しに行けばいい。でも握手会始まって、そうだよね。なんかさ、AKB さんそうだよね。握手会。そっか、行けばいいのか。私も、握手したかったら、握手の列に並べばいいのか。そうだよな。そうだ。本当にそうですね。並べって言われたはいはいはい、ユイリーちゃんのレッスンは最高ですよって。なのに、私もレッスンもらいたいレッスンもらいたくなってきたわ。58分だよって言われた。誕生日ます。カズピースさん、ちょっと待って、マクアラモンさん、福ちゃん丸さん、ゴールドシップさん、
きなぺこさん、東京のスワンさん、アルフォートさん、シーサーさん、福太郎さん、50代独身さん、ピロミンさん、あ、なんか名前あった、ピロミンさん、トールさん、くまねママさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク後半、え、あと1日？そうなの？待って、今日は、あ、じゃあ明日は木曜日です。え、待って、金曜日は何なの？平日じゃないの？おやすみなさい。おやすみ、また明日。祝日だ。マジか。おやすみ。そっか、おやすみ。じゃああと一日頑張ろう。おやおや、またね、またね。